アルダブラゾウガメは、爬虫高カメ目陸ガメかアルダブラゾウガメ属に分類されるカメ。アルダブラゾウガメ属の模式種。セイシェル固有種。セイシェル国内ではキューリアス島、フレイガート島などのセイシェル諸島。国外では、タンザニア、モーリシャス仏料レユニオンなどに移入。最大高潮138センチメートル。廃坑の色彩は黒や黒褐色一色。 復興はやや小型だが幅広い。頭部はやや扁平。頭部や頸部、獅子、尾の色彩はアンハ灰色。卵は直径4.8から5.5センチメートルの球形で、殻は白く硬い。以前は陸亀属ジョコローンに分類されていた。分子系統推定から陸亀属の多種よりもセイシェルに近いマダガスカルに分布する。 クモノスガメ属ピクシスやマダガスカルリクガメ属アストローシェイリズに近縁と推定されている。そのためアルダブラゾウガメ属としてリクガメ属から分割する説が有力とされる。本種の元気祭であるタストドギガンテアの模式標本は現存しないが、模式標本の産地がブラジルであること、調長75センチメートルと小型であること、記載分が本種の特徴とは、 異なることなどから、t ニガンテアの模式標本は、本種ではなく、キヤシガメとする説もあった。その場合は t ニガンテアの学名は、キヤシガメのシノニムとして無効になり、本種の元気祭は T ギガンテアのシノニムとされていた、タストドズッスミエリになる。種商名ズッスミエリは、本種の模式標本を採集した寺院、ジャックズスミアへの懸名 2013年にアイクスンの強権により新しい模式標本を指定することで本種の元気祭として T ギガンテアを引き続き使用することが認められた1998年に本種と考えられていた個体の中に化石種とされていたセイシェルセマルゾウガメ A ホロリッサとセイシェルヒラセゾウガメ A アーナールギが含まれていたということが発表された一方でこれらは再発見時には 別種とされたものの、各 DNA やミトコンドリア DNA の分子系統解析では、主観で遺伝的距離が非常に小さいか部位によってはほぼ違いがないという解析結果が得られている。以下の分類は、タートルタクソノミーワーキンググループ、A 名は TTWG、安川に分布、形態は安川に従う。以下は主に元種の知見に基づく。 海岸沿いにある草原、内陸部の低木林、マングローブからなる湿原などに生息する。野生下ではあまり日光浴を行わなず日陰の周辺で活動し、再食時も多太陽の方角に向けて頭部が光の日陰になるようにする。気温が高い雪の晴天時は白明白母星傾向が強くなり、昼間は日陰で過ごしたり、水浴びや泥浴びを行う。 植生は主に植物食で、主にネズミのウオ族スポープベラスなどのイネか、カヤツリグサか、草始用植物といった草本、シクンシカターマナリス属などの低木の若枝や葉などを食べるが、同種やカニなどの動物の死骸、同種の糞を食べることもある。海岸沿いに生息する個体は草本を、内陸部の低木林に生息する個体は主に木の、若枝や葉を食べる。微光を使って、 浅い水たまりから飲み水することもあるが、寒気に水場がなくなると食物から水分を摂取したり、蓄えた水分や代謝によって生じた水分を利用する。孵化直後の捕食者として、カニ、鳥類、外来種の猫ネ,ネズミ類などが挙げられる。野生下での死因は熱中症によるものが最も多い。繁殖様式は乱生。1から5月の雨季にオスは後方から メスの背後に覆いかぶさり、断続的に鳴き声を上げて、交尾を迫る。他のオスに対しても、前方や側面からも覆いかぶさり、自分が優位であることを主張する。野生下では寒気に当たる6から7月の白母寺から夜間にかけて産卵し、産卵場所は平坦で茂みや低木が点在する場所を好む。1回に4から6個の卵を数年に1回だけしか。 産まないこともあれば、1回に12から14個の卵を、年に2から3回に分けて産むこともあり、産卵数や期間は、個体密度や栄養状態による変異が大きい。飼育下では1回に20から25個の卵を産んだ例もある。孔子で25から30センチメートルの深さの穴を掘ってその中に産卵することもあるが、地面のくぼみや茂みの中に直接産卵することもある。 卵は野生下では81から150日で孵化し、アルダブラ干渉では主に雨季の11から12月に孵化する。飼育下では27摂氏29度の環境下で110から183日、29摂氏31度の環境下で97から125日で孵化した例がある。1766年にマルク・ジョゼフ・マリオン・デュフレーヌによって、 セイシェルからモーリシャスに持ち込まれ、1918年に死亡した個体の152年の飼育記録がある。マリオンのゾウガメは体型が通常の個体と異なるため本種のシノニムであるジョコローンスミエリと同一とみなされたり、英名セイシェルジャイアント、トータスとされたことからアシュ、AG ホロリッサと混同されることもあるが、標本の調査では元アシュと考えられている。これより、 長期の飼育記録としては1750年生まれとされ、ロバート・クライブに飼育された後に2006年にアリポア動物園で死亡した個体の255年の飼育記録がある。一方で、ロバート・クライブが最後にインドにいた1767年からアリポア動物園が開園する1875年までのアドワイチャの関する記録がないこと2006年に 死亡した個体は1875年にセーシャルから持ち込まれた個体とする報道もあるなど、この個体が実際に255年生きたという科学的根拠はない。食用や油用、動物園の展示目的、剥製目的、ペット目的の乱獲などにより生息数は激減した。20世紀初頭にはアルダブラ諸島を除いて絶滅した。セーシェルでは、 法的に保護の対象とされ、生息地は1982年にアルダブラ干渉として世界自然遺産に登録されている。アルダブラ諸島での学術調査などを除いた最終の禁止、アルダブラ諸島への上陸が規制されているなど厳重に保護されている。1977年からアルダブラ諸島の個体群が絶滅した際の保険・観光。 調査目的で他の島に保護区を設け繁殖、展示する試みが進められているが、密漁されることが多く成功していない。再発見されたアッシュ、A.G. アナールディや A.G. ホロリッサは、後に、セイシェル国外で元アッシュとして飼育されていた個体にも含まれていたことが判明し、個人が所有していた個体の一部は、セイシェル政府が買い取り、 寄贈され飼育か繁殖にも成功している1975年に、ワシントン条約発行時には、陸メ族単位で、1977年には、陸メ化単位で、ワシントン条約付属書通に掲載されている。セイシェルでは1977年に、ワシントン条約を批准し、1980年には、アルダブラ諸島産の個体の小取引が禁止された。 アルガブラ諸島産以外の個体のみ輸出されるようになり、輸出量は1990年までは激減していたものの、1991年以降は輸出量が急増し1991から1995年には500頭以上が正規輸出された。1997年に輸出が一時凍結され、2001年以降は輸出に生体30頭、 養体50頭の上限が定められた。生息数は増加傾向にあったものの生息地の乾燥化や食料不足により生息数が再び減少し、1998年以降は生息数がほぼ安定している。一方で分布域が限定的であるため、災害や感染症による絶滅が懸念されている。1978年における 生息数は15万頭、1998年における生息数は10万頭と推定されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に元アシュの幼体が流通シセイシェルやタンザニア産、モーリシャス産、日本産の飼育か繁殖個体が少数流通する。少なくとも二千十二年現在日本国内の飼育施設では、AG アナールディや、 AG ホロリッサの確実な飼育例は報告されていない。大型種のため広大なスペースが必要になり、一般家庭での飼育には向かない。幼体児から与える餌に偏りがあると、急激な成長に伴いボネやコーラニーが起こりやすい。ありがとうございます。